Google Tag, CMD, Push, Function, Google Tag, Display, SP, Article, Under a r ピッチで誰よりもフットボールを楽しんでたロナウジーニョはスータの人々の心を掴んでさなかった。バルセロナで数々の伝説を残していたが2004年2月のオサスナ戦で決めたゴールはな面の一つとして後世に語り継がれている。 今シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでもどこでもかん。市長。1ヶ月無料をお試し実施中、03、04シーズンは、パリ、サンジェルマンから移籍してきたロナウジーニョが、バルセロナでプレーする最初のシーンだった。一時は注意に低迷したが、おさすなは、ロナウジーニョの活躍もあって、上位を狙い、ルイチに浮上してきた時期だった。 CK をクリア、レタボールに反応したエドガーダビは、エリア外からゴールを狙う。これが、ロナウ、ニョの下へ飛ぶと、トラップしたボールを足で浮かせる。相手の背後に落ちてきた棒をそのまま右足で合わせ、強烈なボレーシュ、トゴールに叩き込んだ。ボールを地面に図に3タッチで決めた、スーパーゴールは、ロナ、ジーニョだからこそなせる技だろう。 曲芸のうなボールタッチで芸術的なゴールを決めがロナウジーニョにとってみれば数あるゴールのうちの一つなのかもしれない。ジページ、どうまるで曲芸。ロナウジーニョのゴールがこれ。